トーマスのお話、今回はヘンリーと石炭についてです。このお話はテレビシリーズの第1シーズンに放送されたもので、原作版の第6巻にも同じ内容が載っています。あらすじは、質の悪い石炭で元気のないヘンリーに、特別なウェールズの石炭をあげて元気を取り戻す、というお話です。このお話の背景には、蒸気機関車のパワーの源である、加湿の大きさがあります。ゴードンと同じようにヘンリーは大型蒸気機関車ですが、実はパワーを出す加湿が狭いので、質の悪い石炭を使うと、力がなくなってしまうんです。そこで、ヘンリーは火力の強いウェールズの石炭を使って力を取り戻します。その後、ヘンリーは改造を受けて加湿が大きくなったことで、特別な石炭の必要はなくなりました。イギリス鉄道では、石炭にヨークシャーの石炭やウェールズの石炭など、いろいろと使っていました。このウェールズの石炭は発熱量が多いと実際に評価されていたようで、これがトーマスのお話のヒントになったようです。